で、今日もやっぱり購買に行くわけだ。んじゃ、俺はのんびりと食べますかね。いらっしゃいませ。確か、ともやくんだったっけ。遅かったわね。さっき普通のやつは売り切れちゃったよ。あら、退屈な学園生活におにぎりのスパイスをあげてるのよ。感謝しなさい。ウニとかメロンとかならあるけど、どうする？マイドアリー、明日はちゃんと帰るといいね。じゃ、頑張ってね。あれ？三上くん。あ、今からお昼なんだ。もう食べ終えたよ。冗談。ただ、景色を眺めてるだけだよ。街もそうだけど、ここから見える海をちょっとね。
何かあるっていうよりも、なんだか懐かしくて。聞きたい？じゃあ、何か取引しようか。私、まだこの学校のことをよく知らないんだよね。だから、三上くんが校内を案内してくれない？だってお隣さんじゃない。関係ないと思う？私の前いた学校じゃ、席が隣の人とはお互い協力し合うものなんだよ。やっぱりわかる？冗談はそこまでにして、本当に案内してほしいんだけど。ほら、そのあたりはお隣さんってことで。本当に関係ないと思う？続きって何の？まさか。約束だからね。ちゃんと話すよ。あの海を見てるとね。と、もう昼休み終わりだね。それじゃあ、続きはまた縁があったらってことで。Thank you.
そんなに急いでどこ行くのよ。だからちょっとだけ待ってよ。絶対逃げちゃダメだよ。あのね、今日の放課後なんだけど、放課じゃないってば、放課後。違うってば。なあ、智也、今日これから予定あるか？たまにはゲーセンでも行ってパーッと遊ばないか？他の連中も誘ってるからさ。ほら、新しい格ゲーも入ったしな。ただじゃやられないって。なぜ？なんで俺は智也に勝てないんだ！
作ってたら時間に遅れちゃって。ねえ、許して。よかった。そうだね。さ、早く行こう。そんなことないと思うけど。ほら、あそこの黒縁メガネかけた女の子。あの子なんか単語帳見ながら投稿してるんだよ。かなり切羽詰まっちゃってるって感じじゃない？目なんか完全にいっちゃってるもん。そんな風には見えないけどな。彼女が考えてるのは再来週の中間のことだけだよ。だから違うってば。テストのことだよ。もうそろそろテスト勉強始めないとまずいでしょ。ここにいるみんなだって一見のどかで幸せそうに見えるけど、内心はテストのことで頭がいっぱいなんだと思うよ。で、ともちゃんはやってるの？新しい暗記術でも編み出したとか。学習法？え？なんかオチが読めたような。そういうことって公の場で大々的に宣言するようなことじゃないと思うけど。だから一緒だってば。
忙しいのよ。あなたがバニラ牛乳じゃない？もうわかんないよ。ともやくんは250円のお釣りでいいんだよね。今日はパン買えたじゃない。よかったね。いらっしゃいませ。あ、ともやさんだ。こんにちは。こんにちは。たまには来ますよ。あの、何か残ってますか？ごめんなさいね。飲み物と、あと変なのしか残ってないの。はあ、そうですか。こんなカレーパンで悪かったわね。私、チョココロネがいいな。さすがに売り切れちゃったよ、それは。いいです、いいです。おやつにと思っただけですから。ありがとう、ともやさん。カレーパンで女の子の気持ちはゲットできないぞ。毎度ありがとうございました。ここにいるんだ。あらら、三上くんって諦めの悪い性格してるね。うん、じゃあ続き話そうか。あの海ってさ、向こうでのことを思い出しちゃうんだよね。向こうの友達と一緒に遊んでた頃のこと。そんなに近いわけじゃないよ。ただ、私の部屋から海が見えたから。
夏には友達と一緒に泳ぎに行ったり、本当にいろいろあったんだよ。ねえ、三上くん。三上くんは私が海を見てるのを気になるって言ったよね。どうして気になったの？どうしてそんな些細なことが気になったの？まあ、そういうことなら仕方ないか。じゃあ、もっと早く知ってもらうためにも、早速今日の帰りにでも付き合ってもらおうかな。校内を案内してくれるって言ったじゃない。返事は？じゃあ、そういうことで。